モつゴモつゴ、もちこ、油魚、学名、は、コイモクコイカもつご族の淡水魚の一種である。日本、中国を含む東アジアに分布し、都市周辺部においてもよく見られる。関東地方では、受け口の東部形状に由来する、口細、口細の別名でも知られる。関西地方では、麦つくを口細ということがあり、新潟県などではマガレーを指すなど、 カレー科の魚を指す地方もある。他の地方名として、柳諸子、岐阜、石諸子、滋賀、柳葉屋、群馬などもある。官名は、麦捕魚で、地方名にオクセイ、奥聖衣、羅漢魚、不水魚などがあり、発火後では、野木高校と呼ぶ。もつは脂っこいのを、むつこいということから、むつは、もつに変化。子は魚を表す語尾。 全長8センチメートル前後。最大11センチメートルだが、飼育下ではさらに大型化することもある。体色は銀白色で完全な側線を持ち、側線に沿って一本の明瞭な黒色縦状が入る。ただし縦状は、成長につれ薄れて消失したり、元々ない個体も存在する。禁煙種のしないモツゴや牛モツゴは、 側線が不完全な点が、モツゴとの外見上はっきりした相違である。タモロコにも似るが、モツゴには、口ひげがなく、タモロコの方が、図運動体系をしていることで見分けられる。日本では、関東地方異性の本州、四国、九州、日本以外では、台湾、香港を含む中国東部、朝鮮半島、アムール地方までの東アジアに広く分布する。 ただしその適応力の高さから、有用魚種の移入に紛れて、分布を広げており、今や、本来の分布域ではない東北地方や北海道、南西諸島、日本以外でも、ヨーロッパやアジア各地で生息が確認れている。日本では新たに分布を広げた水域で、禁煙在来種しないもつご、東日本や牛もつご、農ヘイや、西とも絶滅危惧種と交雑し、 やがて在来種が駆逐され、もつごに置き換わる現象が地で発生し、問題視されている。一方、ブラックバスやブルーギルが移入された水域では、食害により著しく個体数が減少し、絶滅が危惧される例もある。2008年現在、レッドリストに記載がある。自治体は、宮崎県、情報不足、高知県、絶滅危惧通類、愛媛県、準絶滅危惧,危惧、徳島県、 流域、山口県、絶滅危惧通類、滋賀県、希少種、千葉県、一般保護生物。故障や河川下流域、溶水路、ため池、水田など幅広い淡水域に生息し、水草が豊富で流れの緩やかな朝テーブに群れて生活する。泥底を好むが、砂利やコンクリートにも適応する。水質を抱くや、環境変化への適応力が高く。 不栄養化が進行した故障や湖岸河川、公園の池などにも定着している。植生は雑食性で、赤虫、ユスリカの幼虫などの小型水生昆虫やプランクトン、付着藻類などを接触する。水面で採示する際、小さな口で勢いよく吸い込むためパチパチと音を発す場合がある。天敵は、人間の他にも、サギや、カイツブリなどの水鳥、ブラックバスや、 ブルーギルなどの肉食魚がいる。繁殖期は4から8月で、春から夏にかけて比較的長期間にわたる。産卵は数回に分けて行われ、一部平均で1184粒の卵を持つ。繁殖期のオスは全身が黒っぽい婚姻食を呈するとともに、噴先に追補し生じ、水草の茎や底石などに付着したゴミや藻類をきれいに除去して、 産卵床を作り縄張りとする。別のオスが侵入すると、縄張りの主は激しくぶつかって侵入者を排除しようと、し縄張りそうとなる。産卵は、死ゆ一体で行われるが、一旦産卵が済むと、オスはさらに別のメスを縄張りに誘い入れて産卵させる、ことを繰り返す。卵が孵化するまでの70から80時間、水温23から25下。 またはそれ以上の間、オスは卵に寄り添い外敵の接近やゴミの付着を防ぐなどして保護する。この習性が悪条喧嘩での繁殖力に寄与すると考えられている。一年で制御となり、寿命は三年ほどである。タナゴ類やモロコ類と同様に佃煮だにや甘露煮などの材料となり、加工されずに鮮魚として一般に流通することは稀で、ある。本種は、 唐揚げや天ぷらで食べても、美味という。しかし、多くの淡水魚同様寄生虫の問題があるので、生殖は避けるべきである。千葉県北部の手賀沼など、主要な漁業資源として重視されているところもある。陰馬沼では、ボサ漁と呼ばれる、網の上に小枝を集めた、菩薩タワを敷き、周りに襟を作った。 定置網漁法が行われており、成田山新勝寺門前の土産品、ザコの佃煮としても売られている。中国料理では、唐揚げにすることが多い。もつごは、都市部でも身近であるため水遊びの相手として、格好の存在で、釣りの対象魚としても親しまれる。タナゴ釣りの下道やヘラブナ釣りの餌取り魚としても、おなじみである。タナゴ針のごく単純素朴な仕掛けに、 赤虫等の餌を用いて手軽に釣ることができる。浮きが大きく沈み込む派手なあたりが特徴的だが、口が小さく普通に合わせても針にかかりにく餌を加えただけの時点でそっとあげる、数釣りのテクニックなど、意外と奥深い面もある。また小さな口で餌だけを食べてしまうので嫌われる対象にもなっている。環境変化に強く、飼育や産卵は比較的容易である。 ただし繁殖期は、性質が荒くた魚への攻撃性が高いため、混営させる場合は、留意が必要。餌は、アカムシなどの生き家のほか、金魚用などの人工乾燥飼料もよく食べる。水槽内に発生する、酒巻貝や、川小皿イなどの小型巻貝、スネールを捕食することもある。水槽類は、ある方が良いが、産卵床に関しては、水槽のガラス面に、 直接産み付けるので必須ではない。カボンバやマツモなどは植物性の餌としても役立つ。繁殖させたい場合は産卵後に卵を採取してい水槽などで隔離飼育すると良い。孵化まで卵を放置すれば新魚が卵を保護する様子を観察することができるが、死魚は捕食されるため孵化後すぐに隔離する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。